米国のロッキード・マーティンのテスト施設にあるスパイ -1 レーダーを備えたイージス・アショアの上部構造。施設下部にあるドアとの大きさに注目されたい。イージス・アショアはイージス弾道ミサイル防衛システムの陸上コンポーネントである。イージスシステムは米国の海上弾道ミサイル防衛システムであるが、イージス・アショアというのはイージスシステムの中の陸上に設置されるコンポーネントである。 アショアショアは、陸上のという意味である。当システムの開発元であるロッキード・マーチン社の公式サイトでは、一般人にもわかりやすく解説するために、従来のイージスをイージス・アフロートとカッコ付けで呼んで、それとの対比を含んだ形でのイージス・アショアの紹介文、解説文を掲載している。つまり、わかりやすく説明することが許されるなら、当初からある。 艦船に搭載されたイージスをざっくりと海上版と呼べるなら、イージス・アショアはその陸上版ということである。弾道ミサイルによる脅威が次第に増大したことに対処するために開発されたものである。このシステムは10年間にわたって近代化が適用された弾道弾迎撃ミサイル SM-3 ブロック IB 及び SM-3 ブロック EA を備えた。 再配置可能なイージス BMD システムで構成されている。海洋イージス BMD システムのためのアドオンに加えてイージスアショアシステムはより広範囲のフェイズドアダプティブアプローチと呼ばれるシステムのフェーズ2及び3の一部であり、NATO のヨーロッパ地域における弾道ミサイル防衛システムとしてスペインのロタ海軍基地。 ドイツのラムシュタイン空軍基地、ルーマニアのデベセルロケット基地に配備されているエウロピアンフェイズドアダプティブアプローチの基本的な要素を含む。2015年のルーマニアへの案、スパイマイナス -1 導入と SM-3 ブロック IB ミサイルの段階的な展開後、2018年から NATO はポーランドでアメリカ、日本と協力してより現代的で、 より長い航続距離とより大きな速度を有し、中距離弾道ミサイルや一部の大陸間弾道ミサイルにも対応する SM-3 ブロックイアミサイルを開発する。2018年7月30日、日本政府はイージュスアショアヨーニャンスパイ -71 を2機購入する計画を承認し、山口県と秋田県への配備を計画していた。2025年から、 陸上自衛隊が運用を開始する予定であったが、2020年6月15日、河野太郎防衛省がイージス・アショア導入計画の停止を発表した。2020年12月18日、日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等を及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題する閣議決定を行い、その中でイージス・アショアの大替案について、 イージスシステム搭載艦を2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用すると決定した。2021年1月27日、アメリカミサイル防衛局と、米海軍イージス艦の技術部門代表は、米ニュージャージー州ムーアズタウンにおいて、アン、スパイマイナス -7 を搭載したイージス武器、システムベースライン J7B のソフトウェアのリリースに伴う試験に成功した。 2018年にイージス・アショアの導入決定と同時にアン・スパイマイナス -7 の導入を決定して以来アン・スパイマイナス -7 に適合した日本向けイージス武器システムの開発が進められていたが今回の試験によって試験的に海上配備されたアン・スパイマイナス -7 を搭載したイージス武器システムベースライン J7B が弾道ミサイル防衛目標の捜索、追跡 識別を行う能力を有することが確認された。イージス武器システムベースライン J7B は、すでに海上自衛隊のマヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型で、アン・スパイマイナス7を搭載することができ、米海軍のイージス艦に搭載されるベースライン9、およびベースライン10の機能を有する。次回の試験は2021年10月に、 イージス武器システム全体の能力向上試験が実施され、システム完成後はイージスプロダクションテストセンターにてイージス武器システムの適合試験、認証取得が実施される予定である。エースコンバット7スカイズアンノーン。ありがとうございます。